ットタイトルからアカウントを削除すると2回目以降リセマラ機能があるってことね。嫌な予感。ずっといい予感しかしてこなかったのに、そんな楽天家な私なのに嫌な予感がする。なあ、おい。うん？寝てたのか？このように本基地は学校としての体裁が整っています。詳細は後ほどあなたたちの担当教官から説明があるので確認しておくように。偉い人の挨拶ってやたら長いよな。退屈だから話しねか。出ないと寝ちゃいそうだぜ。寝る。そうだな、寝よっか。って寝ないために声かけたんだよ、こっちは。寝てる。そこ堂々と寝るな。ああ、ちょっと貧血起こしたみたいで。おい、起きろよ。頭がシャッキリした。夜寝ないで済む。よく今の一瞬でそんな効率よく睡眠が取れたな。目が冴えちまったよ。なんか話しようぜ。それはこっちから持ちかけたんだが、ここってなんかすごい才能を持った人たちが集められてんだろ。あんたは何がすごいのか興味あるな。何がすごいかって、何もすごくないよ。私は普通のどこにでもいる人間さ。ただただ音楽にかける情熱だけは誰にも負けない、それだけさ。おお、じゃああれだ、絶対音感を持ってるとか、人には聞こえない周波数まで感知できるとか、そういうやつだ。そんなすごい能力はないよ。音楽を愛してる、それだけさ。それだけでここに来れないと思うけどな。ギターを弾いて歌うことだけは得意だったな。バンドでギターとボーカルやってたんだ。案外学祭のノリで来れるんだな。あんたは？あたしかい？あたしは泉ってんだ。こう見えて腕利きのハッカーさ。オーキッドというハッカー集団の名は聞いたことあるかな？浮き取り見えてしまった。世界的に有名なんだけどさ。オーキッド、あんたオーキッド好きなのかい？あの伝説の劇場バンド、ギャッギャグリーボドドドドって叫び散らして魂を震わせる。違うよ、なんだよそのテンションの変わり方。それにギャッギャグリーボドドドドって叫び散らすバンドなんて嫌だよ。いやいや、なんでさ、イライラが溜まってさ、もうどうにも自分をコントロールできないってなった時、お前どうすんだよ。どうするって、そりゃちょっとは他人に当たるかもな。普通ギャイヤグレイボドドドドって叫ぶだろ。叫ばねえよ。叫んでもその言葉だけは選ばねえよ。でも黙ってるってこともないだろう。そりゃクソぐらいは言うかもしれないけどさ、それほとんどギャイヤグレイボドドドドじゃねえか。いやいや、クソーとギャイヤグレイボドドドドーには天と地とまでは言わないけど相当な差があるよ。なんだろう、そこを優先席なんで譲ってあげましょうよと。おめえいくつなんだよ、そこどけやーぐらいの差がさ。あんま変わんないじゃん。すっげー違うよ。おめえいくつなんだよ、そこどけやーより上あるか。あるよ。一生座るな、死ぬまで立ってろ、死んでも立ってろ、仮装して埋葬されると思うな、塗装で盾に刺す。あったー、死んでも立て、寝たい、死んだら横になりたいだろ。で、納得するか。ハッカー集団の説明1ミリたりとも進んでない。
い、オーキッドの話させろよ。オーキッド、あんたオーキッド好きなのかい。あの伝説の劇場バンド、ギャギャグリーボドドドドって叫び散らして魂を震わせる。コピペスタみたいに最初のセリフに戻るな、怖いわ。何回話しかけてもそれ以上は同じことしか言わない NPC か。もうちょい作り込みましょうってデバッカーに提案されるわ。そこギャーギャーうるさいぞ。おとなしくしましょう。素人にはギャーギャー騒いでるように聞こえるのかよ。聞こえるよ。それ以外に何に聞こえるんだよ。ギャイヤグレイボドドドドーは魂の叫びだよ、このクソが。いやいや、今時の若者のように唐突にキレるな。初日から悪い意味で目立ちすぎだから。ごめん、ちょっと興奮しちゃったみたい。もう大丈夫。はぁ、お前そんなキャラだったのか。クールキャラだと勘違いしてたよ。人を見た目で判断するもんじゃないな。サンクス。全く褒めてないからな。やべえ、初日からとんでもないやつに話しかけちまったよ。ん？何の音だ？全員防衛体制移行してください。防衛体制？なんだ、戦争でも始まるってのか。おいおい、戦争なんて経験したことないぞ。うん、なんか唐突に始まった。おい、マイペースだな。司令官、防衛体制って言ってたけど、とにかく急いで外に出た方がいいみたいだぜ。急だな。どうした？出撃だね。七瀬、状況は？キャンサーの軍隊が先ほど第二次防衛ラインを突破。30分後にはこの基地へ到着すると予想。敵の総数はさほど多くありません。哨戒部隊だけで対応は十分可能です。そう、いい機会だからあなたたちに後方支援をしてもらおうかしら。急いで出撃準備を整えて。あたしら？嘘だろ。ん？あの人誰？それすら聞いてなかったのかよ。セラフ部隊を統括する手塚司令官だよ。時間もないからすぐにブリーフィングを行うわ。よく聞いておくように。残念、私は群れるのは苦手でね。勝手に行動させてもらうよ。人類の存亡がかかってるんだから群れろよ。一つになる時だろ。柄じゃないんだけどな。いいからいいから。で、出撃って？そのままの意味。これから出撃して敵を足止めしてもらうわ。な、無茶な。安心なさい、私も近くで指示とサポートをするわ。万が一の時はすぐ助けられる位置で。では出撃。あなたたちで最後みたいね。急ぎなさい。この先に集合地点の橋があるわ。ついてきて。一体何が起こってるんだ。展開が急すぎるぜ。とりあえずついていくしかないみたいだな。おい、そっちじゃないだろ。変なところで反骨精神見せるなよ。キャンサーの軍隊は
現在第3次防衛ラインまで近づいています。準備はいいですね。ちょっと待った。そうだよ、急に言われて準備なんかできてるわけないだろ。問題ありません。戦闘の準備はこちらで十分に整えてあります。ではご案内します。ドッキ選んでも普通に通されるかってパターンじゃん。ずいぶんと寂れた場所まで来たな。安心しなさい、ここは激戦区ではないわ。あなたたちの役割はあくまで後方支援。集中して戦えば命を落とすことはないわ。そんなの何の気休めにも。って、あれはもしかして。注意して進みなさい。前にしか進めないのか。なあ、向こうにいるのって。あれがあなたたちの敵、キャンサーよ。データでしか見たことなかったけど、目の当たりにするとでけえな。あんなのに対して何で戦えっていうのさ。こちらへ来なさい、立ち向かう術を教えるわ。あなたたちはセラフと呼ばれる武器を扱えるようにすでにこちらで手配済みなの。あとは電子軍人手帳を天にかざし、セラフィムコードを口にすればいいだけ。それぞれのセラフがあなたたちの元に舞い降りるわ。いきなり中二病ワードがポンポン飛び出してきたな。セラフィムコードはそれぞれの電子軍人手帳に記載されているから、取り出して確認しなさい。まずはこうかざして。私のセラフィムコードはこれか。ハローワールド。なんだ、ブラックホールか。そっからなんか降りてくるぞ。武器のような形をしているな。すごい冷静だな。すげえだよ。その通りだけどさ。それがあなたたちの武器、最終決戦兵器セラフ。私のセラフィムコードはこれ。私の伝説はこれから始まる。出てきた。なんだよそのクソダサいセラフィムコード。あなたたちなら意のままに操れるはず。行動開始。いや、後方支援で刀は飾れてる。キャンサーは強固な外殻に覆われているわ。外殻を破壊してからでないと。まずはその破壊を目指しなさい。ほらよ、ドン。セラフの力はあなたたちになら扱えるはず。命。もらった。どうだ。くそ。外殻は一度破壊しても、外殻を破壊したら筋はいいわ。ただ敵は一体とは限らないわ。あなただけじゃなく仲間と協力して戦いなさい。一気に片付けるぞ。
そこよ。そう、まだやり足りぬ。当たれ。ここにゃ。しかなさそうね。当たれ。ヘイケッシャー。そこよ。うっとうしいわね。血が騒ぐの。やるキリングタイム。頼むぜ。そう、わしもやりたい。うにくそ、一気に片付けるぞ。当たれ。やるな。当たれ。切り刻む。あんま張り切りすぎんなよ。くらえ。いいまま待ってるではないか。おっと、よし、チャンスだ。当たれ。みんなは無事？総員無事です。それは何よりだわ。なんだかロックなことになってたな。ロックどころじゃねえ。いきなりの実践で命がけだったわ。キャンキャンうるせえやつだな。普段もっとうるせえ音楽聴いてんだろ。変なところで冷静だな。突然でびっくりしちゃった。お前一番活躍してたやつじゃないか。すげえノリノリで戦ってたような気がしたんだが。でもこうしてみると、かわいい。お二人ほどでは。謙遜しちゃって。まあ性格もおしとやからな。いや、こうしてみると印象が違いすぎる。なんだこの違和感は。朝倉カレン、 FPS 系のゲームが得意なだけな普通の元女子高生。それが実戦でも役立ったってか。だと思う。ね、今のが敵ってわけ。ああ、 NASA が世界中で確認した14の飛来物から湧き出てきた地球外生命体だ。私たちオーキッドが掴んでいた情報によるとな。へえ、そっちのオーキッドもすげえんだな。そっちはうるさいだけだろ。そんな情報通だと消されるわよ。あんたは？名前？言うわけないじゃない。だって諜報員なんだもの。
東条だよな。なぜそれを。さっき東条と呼ばれて返事してたから。やるわね。いや、すごいイージーミスだから。諜報員だったらこの状況のことちょっとは知ってるんじゃないか。本当の声を聞かせておくれよ。敵は宇宙という体内に発生したがん細胞、そこからキャンサーと呼ばれているわ。お肉は食べたいな。お肉食べたいな。残念、食べられないわ。真剣に答えるなよ。そんな緩いシーンじゃないだろ今。キャンサーにはこれまで人類が生み出してきた兵器による攻撃が一切通じなかった。その結果人類は敗退を繰り返し、地球上の陸地の大半が彼らに支配された。日本も例外じゃない。九州と北海道が壊滅し、この国も敵の手に落ちようとしていた。けどその寸前に人類は新たな兵器を開発した。それがセラフ。セラフを使うことでなんとかキャンサーを水際で食い止めることに成功。ここから人類の反逆が始まろうとしているの。その象徴となるものが基地に設置された人類残像メーター。これは日本に今生き残っている人々の数を集計したもので、時計塔に表示されている。もともと1億2000万あったはずの数値も今では800万ほど。この数値がゼロを示した時が人類の完全な敗北を意味する。けど裏を返せばこの数値が増えることは人類の復興と同義。キャンセル